はい、こんにちは。健保の中原です、新年明けましておめでとうございます、今年一発目の、配信となります、東京、今日がですね1月7日ですけど、東京大変なことになってますね。ちょっと本当に心配です。早く、少しでも収束してビジネスのご来等もできるようになったらいいなと切に思っております。で、上海がですねここ最近本当寒くてですね、多分15年ぐらいいるんですけど、多分一番寒い期間が続いてるなと思ってます。今日がもう最高がマイナス4度とかで、最低がマイナス7度とか、もともと九州ぐらいのね気温の感じなんで、ここまで寒いのはちょっといろいろと水道が凍ったりとかっていう話もあって、皆さん大変な思いをしている方もいらっしゃるようです。はい、では始めさせていただきます。今更聞けない中国動画サイトまとめ2021、2020、今年一発目ということで2021にしてます。はい、自己紹介します。デジタルマーケティングの会社を、2008年より、やらせていただいてます。もともとエンジニアで、今はマーケティングとエンジニアリングと両方見てるような感じですね。上海は、16年ぐらいいます。はい、会社概要ですね、上海で今はやっております。主に、日系企業様のデジタルマーケティング支援ですとか、データ分析ですとか、現地向けのメディア等を運営しております。クライアントさんは日系企業さんが多いです。はい、では入りたいと思います。まず、全体概況状況といたしまして、中国の、ね、動画サイト動画サービス、ユーザー数 7.7 億人ぐらい、2019年末のデータでいます。もっと今だと増えていると思います。で、市場規模がですね約7兆円で、ショート動画ですね、ちょっとこれショート動画も入ってるんですけど、 TikTok とかのそれの、市場規模も2兆円と、ここがすごい伸びているというような感じです。ユーザー比ですね、男女比はだいたい一緒で、あとは年齢層ですと、やっぱり若者ですね、35歳以下がほとんどになってます。はい、ここからは、具体的な、サービスをやられている、ところを紹介していきます。ここが一番有名ですね、長いです。ヨークーと言います。昔は YouTube みたいな感じの投稿動画がメインで、今もそうなんですけど、最近はですね有料ユーザーになって例えば映画ですとかドラマとかが見れるようになって、今でもトップ、ほぼトップシェアですねを持ってます。はい、以前はね海賊版すごく多くてですね、日本のドラマとか映画とか僕もここで見てたんですけど、今はもうほぼないです。たまにあるんですけどすぐ消されちゃうんで、結構ここ数年で本当にその版権に対する意識っていうのは強くなってます。次は iQIYI ですね、ここはですね結構新しいというか、ヨークーと比べるとちょっと新しいんですけど、バイドゥが買収しまして、それで一気に伸びてます。ちょっと戻るんですけど、ヨークーは、アリババグループですね、はい、iQIYI、これはバイドゥグループに入ってます。で、有料の版権のものが多かったりですとか、あとはですねオリジナルドラマを結構作っててですね、これが結構ヒットしてます。で、日系のものも結構あったり、で最近ですと天気の子とかあったりして、僕もここで買ってみたりしてます。なんとなくですけど、YouTube っていうよりはもうちょっとこう、フリーのもあるんですけど、 Hulu とかなんかああいうところに近いようなイメージですね。はい、次が、テンセントビデオ。テンセントはですね QQ とか
WeChat とかやってる会社ですね、テンセントがやってる、動画配信サービスです。まあ、ここもまあ幅広くやられてるんですけど、やっぱりディズニーとかパラマウントと契約してて、まあ、そのあたりが強くて、まあ、家族向けで見るみたいな、なんかそんなような感じの、ものですね。はい、ここもユーザー数多いです。で先ほどの IGE と、ヨーク、テンセントがそれぞれまあ3強で、ユーザー数を競い合っているような感じに今はなってます。はい、次はビリビリですね。ここも結構前からあるんですけど、まあ、出た当初は本当に日本のニコニコ動画のパクリみたいな感じに、なサイトだと思ってました、僕も。で、この特徴がですね、この弾幕っていうんですか、コメントがこうバーって出てきて、まあ、オタクが使うサイトみたいなイメージがすごいあったんですけど、最近はですね、結構いろんな分野、まあ、もちろんそのオタク系の人たち、アニメとか音楽とかダンスとかゲームっていうのは強いんですけど、まあ、それ以外に、まあ、世紀の版権の映画ですとか、ドラマを持ってきたりですとか、やったりですとか、あとクリエイターをすごく育ててて、もともと広告をやってなかったんですね。それも大きくて、YouTuber のようなクリエイターがここで、自分の動画を出してたりします。そういう意味だと今までのサイトとはちょっと趣が違うというか、ここでプロモーションをする場合も結構多いですね。YouTuber みたいな人たちをに何かしらを体験してもらって何かプロモーションに使うみたいな、そんな使い方です。 逆にですね、ヨークーとかああいうところですと、もうめちゃめちゃ広告が入るんですね。それをテレビ CM の感覚で企業がそこに広告を、動画の広告を出稿するっていうようなイメージです。YouTube でもめちゃめちゃ広告入るサイトとかあるじゃないですか。もうあれぐらい、あれより入るかもしれないですね。必ず表示するときに30秒とか1分とかの広告が流れて、まあ、有料ユーザーはその広告が取れたりとかするんですけど、まあ、それぐらいな感じです。はい、次がマンゴー TV ですね。マンゴー TV の運営会社は中国湖南省の、まあ、湖南テレビっていう、まあ、テレビ局なんですよ。で、湖南テレビって結構有名でして、もう100以上あるテレビ局の中で、まあ、CCTV も入れて、まあ、地方なんですけど、湖南省なんですけど、全国規模でヒットしてる番組を結構出してて、まあ、ロゴがマンゴーなんで、そのテレビ局も、それでこれもマンゴー TV っていうのでやってます。で、まあ、ここが出している、まあ、バラエティ番組ですとかっていうのを、まあ、ここでもオリジナルで作ったりしてて、まあ、根強い人気があるテレビ局が出してる動画サイトになります。はい、で、TV 送風ですね。送風って、まあ、もともとポータルサイトであったり、検索エンジンなんですけど、まあ、ちょっと歴史もあって、会社です。アメリカに上場もしてたりして、まあ、そういったところで、まあ、コンテンツいっぱい持ってるんで、まあ、他のサイトよりはちょっと弱いですけど、まあ、人気があるというような。で、ソフの特徴として WeChat のコンテンツをも検索できたりするんで、まあ、ちょっとそこが他の検索エンジンとちょっと違うかなというところですね。はい、次がショートムービー APP ですね。今までは普通の動画サービス、次はショートムービーっていうと、もうこれですね、 TikTok ですね。もう皆さんご存知の。ただ大きく違うところがですね、中国の TikTok、名前は動員っていうんですけど、まあ、グローバル版のサービス名 TikTok とは実は全く違います。コンテンツもそうですし、アプリのアップ自体も違うんですけど、全然そのユーザーも登録するのは中国ユーザーだけですし、この動員は逆に中国では TikTok は見れません。まあ、中国で YouTube とか Google が使えないのと一緒で、中国人はグローバルの TikTok は見れないし、逆に日本人とか外国人は中国版の動員は見れません。まあ、ただ Apple Store とかだったら、大陸、中国大陸とかに変えればインストールして
使うことができます。はい、結構ですね、プロモーションで使い出している会社も増えてですね、まあ、日系企業ですとここに出ているようなカルビーさんとかトヨタ、京セラさんとか、そんなようなところが、特にトヨタさんとかすごいお金投入してここで、ダンス動画を募集したりっていうような大々的なキャンペーンをやられたりしてます。はい。で、まあ、ご存知のとおり、まあ、TikTok ってなんかそれ中毒性ありますよね。なんかうちの子とかもまだ6歳ですけど、いきなり、まあ、こちらの動員ダウンロードして見せたら、次へ次へやっぱ面白いのがやっぱりリコメンドされてくると。これがやっぱりこう AI を使って次々にリコメンド機能で出てくると。で、投稿する側も、まあ、もともとやっぱり他の、まあ、以前の AI だと、多分リコメンド機能とはだと、多分いきなりこうアップしてもアクセスって上がらないじゃないですか。YouTube とかもやっぱりある程度こういかないと、アクセス上がらないですよね。ただ TikTok の場合は、いきなりそのバーンって跳ねたりとかするんですよ。まあ、それ全部が全部じゃないですけど、それがこう見たい人とマッチングしてるというか、っていうところがやっぱりこうコンテンツ作る側もそのモチベーションも上がるし、まあ、見てもいきなりこう見てもらえたら嬉しいじゃないですか。そういったところでこう見る側と作る側っていうところを両方こう満たしてるような感じですね。まあ、僕はまあ正直この年で TikTok そんな見ても面白いなと思わないですけど、何の意味もないなとか思っちゃうんですけど、まあ暇つぶしで見る人はいるんでしょうね。で、企業とかですと、まあ、秒数制限があるんで、ここでこうその中に凝縮して人に伝える内容とかっていう意味で TikTok 用の動画編集みたいな、まあ、うちでもやったりとかするんですけど、そんなこともありますね。やっぱり何分とかってなるともう見てくれないんで、まあ、最近の人たちもやっぱりもうせっかちだから、もうどんどん短くてどんどん伝えていくみたいな、本当に最近の傾向を表してるかなと思います。はい。で、ショート動画でもう2強で、もう1個がクワイショーっていうサービスがあります。で、まあ、ここもまあ、ね、似てるといえば似てるんですけど、まあ、もう少しちょっと SNS 寄りで、まあ、ちょっとインスタに近いのかなみたいな、動画版のインスタみたいなイメージですね。で、まあ、ちょっとその TikTok と違って、ユーザーがこう地方の人たちが多いと。 TikTok は1級2級都市、まあ、1級都市やっぱ上海とか、2級都市が南京、うん、まあ、ちょっとこうその準ずるところみたいなところなんですけど、まあ、さらにもうちょっと田舎の方の人たちが見てるっていう意味では、まあ、そういう人たちに何かこう届けたいときはクワイショーを使う方がいいんじゃないかなと思っています。はい。まとめです。本当僕も10年以上いるので、まあ、以前のこの海賊版だらけ、まあ、今でも海賊版あるんですけど、と比べるとこの大手のプレイヤーたちは本当に正規コンテンツを扱うようになってます。で、ユーザーもまあ同じぐらい、別にその買うことに対して苦じゃないというか、実際まあアメリカとか中国の月額料金よりちょっと安いぐらいですかね。月額でも1000円とかぐらいで会員になれるので、躊躇なく買ってるなと思います。まあ、以前だとお金払ってなんで買うのみたいな、それって多分海賊版がいくらでも探せたからそういう状況じゃなくなったんですけど、こういうまあ大手プラットフォーマーがで買えなく、見れなくなったら、まあ、買ってでも見たいっていうところですかね。もともと海賊版の DVD とかも1枚100円とか200円とかで買ってたので、まあ、それぐらいの感覚で金額だったら全然出すっていうことかなと思います。はい。で、まあ、ビリビリのようなユーザーメインのサービスも伸びてると。まあ、ビリビリも YouTuber みたいなそうクリエイターがいるんですけど、ビリビリはまだその YouTuber みたいに放映回数でビリビリからお金もらえるっていう感じではないんですけど、まあ、自分でお客さん見つけてこなきゃいけないっていうのはあるんですけど、まあ、今後もしかしたらそうなっていくかもしれないですね。はい。で、ショート動画やっぱり中国発ということもあってすごい流行ってて、まあ、AI の力ですかね、この辺の開発力やっぱ中国企業すごいなと思います。はい、
今回はこれで以上となります。はい、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。なんかこんなことを知りたいとか、中国の実際ってどうなのとか、なんかリクエストいただけたら、その辺僕ら調べるチームとかもあるんで、調査して僕が喋ったりできます。はい、ありがとうございました。